0122ホームセンフェスティバル午後の部を開催させていただきたいと思います。はい、こちらですね、午後の部の一番最初はですね、13時から13時半のイベントです。ティートラックジオラマコンテスト出展用法とデモ展示です。こちらですね、スライドとあと実際にあるボードを、交えながらお話を進めていきたいと思います。はい、こちらですね、ティートラック、ご紹介いただきますのは、ティートラック文化会会長の、上松一郎様です。ぜひ拍手でお迎えください。よろしくお願いします。ただいまご紹介にあたりましたティートラックジオラマコンテスト、まあ、文化会の一応文化会長ということで上松と申します。よろしくお願いします。アシスタントをやっております積水金属の代表の加藤でございます。よろしくお願いします。はい、それではティートラックについてまだ全然わからないなって方で挙手いただけます。ありがとうございます。初めてご覧になる方もいらっしゃるということでありがとうございます。ティートラックのモジュールっていうのは、ここにありますと、こういう直線のですねモジュール、シングルとかダブルとかにユニトラックの線路、曲線線路が2本つきまして、で、これをつなげて、レアということで、この上のようにですねコーナーモジュールっていうコーナーのモジュール、これは正方形の形ですね。こういう形、それから、はい、それから直線のモジュール、これを組み合わせてレイアウトにするものです。でこちらにありますシングルのモジュール、すいません、これがシングルのモジュールなんですけれども、この奥の長さが355mm、 幅が、308ミリぐらいです。で線路の長さとしては310ミリなので、248ミリのユニトラックと62ミリのフィーダー線路、これを組み合わせて一つの単位となっております。でこれはですね、実は世界中同じ規格になってまして、アメリカでもオーストラリアでもドイツでも同じ規格に、まあ、なっちゃってますね。ユニトラックの長さで決まってるんで、はい。で今回ですね、このボードには2つの穴が開いてます。これフィーダー線路はですね、こちらホビーセンター加藤とかで販売しているモジュールボードが、このボードとこの線路とフィーダー線と、あと、線路を取り付けるジグと、それから足となるボルトのネジ、それから線路を取り付ける釘、それが全部セットになっているんですね。なのでこんな感じで組み立てがここまでができます。で後ろのこのネジ、これ M8 のボルトなんですけど、これによって高さが調節できたり、ここにフィーダー線が出てくるんですけども、今回ここに緑のフィーダーのソケットがついてるんですけど、これ製品にないんですよね。通常こちらの白いタイプなんですけれども、これ緑のタイプがついてます。実はですね、この緑の方がこのティートラックっていうのは大元が路面モジュールっていう2000年に RM モデルさんで決まった企画の時にフィーダーがですね、これ普通のユニトラックはフィーダーが青白青白でつながったりするんですけど、企画はですね青白白青になるんですね。でこれはアメリカでもヨーロッパでもそういうフィーダーの接続が標準化されてしまったので、今回加藤さんの方で緑の曲線が逆のソケットの作っていただきました。でこれは必ず内側の方に入ります。これは全てのモジュールに、フィーダーがつきますので、でもフィーダーいくつかこういっぱいつなげるといくつかのところに配線したくなりますよね。その時に、まあ、内側の線路は緑、外側は白というふうに見ればすぐ分かるので非常に分かりやすいです。はい、これN ゲージの国際ルールって右側通行なんですよね。結構知られてないというか、カタログにも書いてないのかもしれないんですけれども、右プラス前進、
右側の線路にプラスした時に前進するっていうのが国際ルールになっておりまして、そこからすると日本とやっぱり逆なんですけれども、左側通行になってるんで、そういう形になっております。で、右プラス前進なんだけれども、と青白白青にしなければ同じ向きで行くのではなくて反対方向に行くという、そういう捉え方をするという意味で、それを分けるということをさせていただいております。その説明が今上松さんの方からなされました。はい、ありがとうございます。それから国際ルールでいうと、厳密で言うとこれボードの厚みが70ミリって書いてあるんですけど、この製品は60ミリにしてます。なんで60ミリかっていうと、高架線路と直結できるんですね。なので家でこの前後に高架線路で間にこの T トラックモジュールを入れて、もう即つなげて遊べるという高さになってますので、その時はこのネジを完全に外していただければ60ミリということになります。それで実際つなげてみますと、はい、まあ、要はこれでつなげれば OK、 直結なんですね。要はユニトラック直結でスライド線路とかつきます、つかないんですね。実はこれが僕も当初路面モジュールの時にジョイナーが出て心配かなとかって思ってたんですけど、10年経って海外でものすごいヒットしたのは、この方がですね、走行安定性がいいんですね。接続簡単、解体簡単です。走行がいいということで、ものすごく大ヒットした理由になっていると思います。なので、お家でもですね、スライド線路もいらないし、直結で簡単にできますし、まあ、これは僕作ったこっちのティートラックのやつは非常にもう簡単に作ってますけども、まあ、どなたにもですね、簡単に作れる、そういうメリットがあります。から奥行きが355ミリの理由は、コーナーのモジュールが282315の普通の付箋 のユニトラックのカーブを使うと、ちょうど両隣になった時にですね、ここが1センチぐらいちょっと開くんですね。なので、後ろのバックボードをつけていただいても、厚みが薄ければ十分入るので、ご家庭でもですね、この付箋を直線いくつか作ってコーナー4つ作ると、もうベニヤ板よりもちっちゃいサイズでレイアウトができるということで、非常に今後ですね、展開できるのではないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それで、今回この T トラックモジュールを使いまして、鉄道模型コンテスト、夏の8月の1日ですね、ビッグサイトで開催する鉄道模型コンテストで、今年からこの T トラックモジュールを使った一般参加、昨年まではこの T トラックモジュールは大学生とそれから企業販売店さんのみのご参加でしたが、幸いにしてですね、昨年のレイアウト簡単につなげて、でみんなですぐ走らせられてということで、非常にいい、ご好評いただいたということで、今年から高校生を卒業した大学、18歳以上の方皆さんにご参加いただけるという企画にしましたので、そのエントリー方法とかをこれからお話しさせていただきたいと思いますが、私もですね、これ作んなきゃいけないなというふうに思っておりまして、ちっちゃいので1テーマでいくかなと、高校生の大きさの300、900の大きさですであり、ちょっと大きいんですよ、あれでもね。となので、この1テーマでいくと、やりやすいのかなと、こちらに3アメリカのトレイフェストという11月に行われましたイベントで、の中でですね、展示されておりました作品の写真がこちらに載っておるんですけれども、大事なのはこのいろんなこの工夫の中で、ついつい日本の場合はリアリティの追求ということで、どちらかの場所を正確に再現するということが主流なこのジオラマ、レイアウト作りになると思うんですが、それをですね、あえてファンタジーをその楽しんでいただけるということに、もっと気軽にですね、どなたにでも
楽しみいただける、ご参加いただけるというような形で、ぜひ多くの方に参加していただければなというふうに思っております。こちらは作品、猫ちゃんがいっぱいいるようなあのこれ作品なんですけれども、女性もきっと、まあ、あの弊社の女性社員が作ったんですけれども、すごく楽しんで作っておられました。またこれにあのまつわる製品なんかも、実はまだこれあのウトランシニックスの新しい製品でシェーパーシートというあの銀紙でできていて、パッといろんな地形が作れてしまうというものを、まあ、来月あたり、再来月ぐらいかな、あの仕入れる予定ではありますので、まあ、どんどんそういう形で作りやすい環境っていうのがもっともっとあの広がってくるというふうになっております。ぜひご期待いただきたいというふうに思います。ありがとうございました。これ11月の、ね、トリーフェスト未料金ですよね。日本からもソフトをティートラック作って持ってエントリーすると向こうでも接続できるということですかね。このサイズなら飛行機にあの乗っけてポンと持っていけるんじゃないのかな。まあ、そもそもあれですよね、今回のビッグサイトにもみんなご自分で持ってきていただくということが必要になってまいります。エントリーが金曜日の夜までの間に、まあ、6時までの間にエントリーしていただくということになりまして、で日曜日の5時以降に撤収というのもご自分で撤収いただくという、ちょっとそのあたりではぜひこの会場に来ていただく必要がありますが、あの電車でも光るあのご自分でお持ちいただけるような大きさでございますので、なので今度外国行く時にもですね、そういうイベントにぜひ自分の作品もなんていう形で、これはドイツのイベントでもティートラックが活躍しておりますし、アメリカのイベントでも活躍しておりますので、そういうようななんか新手な海外旅行みたいなっていうのもですね、できるようにお手伝いさせていただきたいなというふうに思っております。あと、今エントリーしていただいている一番遠い人はなんと鹿児島県からエントリーいただいているということでですね、多分飛行機で持っていらっしゃると思うんですけども、多分気軽に持ってこれるということでですね、エントリーいただけたんじゃないかな。またそういう方でもですね、実はこちらから通販で販売しているので、遠方の方でもあのウェブから登録していただいて、通販でボードが送られてきて、で夏のビッグサイトに持ってきていただくということ で、その辺のですね、販売の仕組みをですね、これからご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもこんにちは、通信販売担当の富澤と申します。よろしくお願いいたします。ティートラックをですね、じゃ あの実際に、買ってみよう、やってみようということになりますと、今の方法ですと、3通りございます。1つは、ホビーセンター加藤東京店でお買い求めいただく方法、もしくは、加藤京都駅店でもお買い求めできますので、こちら店頭で受け取る方法、もしくは近くにお店が、遠いところにお住まい、来るのが大変ということに、関しましては通信販売で、こちら代理店にて発送しておりますので、こちらの、ウェブサイトの方にですね、登録してエントリーフォームございますので、そちらからエントリーしていただくとですね、1週間以内にご自宅の方に代理店にて輸送する形になっております。こちらごめんなさい、ちょっと送料700円だけいただくようになるんですけども、シングル、ダブルという形で、エントリー費込みで、発送、させていただくようになっております。はい、一応ここがですね、直線シングルとエントリー引込みで、シングルの方が5900円、ダブルの方が9900円となっております。こちらの出店の、エントリー費用込みという形になっております。このお値段になっております。でこの中にはあと後日ですね、鉄道模型コンテストの方からエントリー、ID の方が、郵送されますので、一応今回お送りする形は、ボード一式、あと、ユニトラックの線路、あとこちらの高さの調整するキットとかですね、一通り必要な部材が入ってお送りする形になっております。一応中にはですね、線路固定する釘も入っておりますので、到着する際はもう簡単にこのような形で、作ることはすぐにできると思います。
一応事前エントリーフォームが必要ですので、こちらの方を忘れず、エントリーしていただくようになります。その際ですね、こちらですね、E メール、メールアドレスが必須となっております。今後、何かご連絡がある場合、メールにてお知らせする形になっておりますので、メールアドレス間違わないように登録してください。間違って登録してしまいますと、今後こちらからのご連絡がちょっと行きづらくなりますので、そちらだけご注意していただければと思います。それで、実際に作るときにですね、釘が入ってるんですけども、だいたい1ミリぐらいのピンバイスって1ミリぐらいのピンバイスで、こちらユニトラックの裏を見ると、こういう穴を開けるようなサポートするこう穴がここに実はついてるんですね。でここからですね、1ミリぐらいのピンバイスでこう穴を開けていただいて、ちょっと表に開きますから、そこから釘を入れた方がいいのと、それから結構ですね、この棒状に直接釘を打とうとすると結構きついので、ここの長さが38ミリになるんですけれども、その38ミリにぴったり合わせられるジグが付属して2個ついておりますので、そのジグで合わせて、でこの穴開けたところからですね、また今度ボード側にピンバイスでちょっと穴開け、ちょっと木の方に穴開けていただいて、それで1ギメして釘打っていただければ一番確実かなという感じがします。で必ずですね、ユニトラックの線路が1ミリぐらいこう両端ちょうど出るように線路をつけてください。ここが出ないとですね、うまくモジュールがつながらなくなってしまいますので、お気をつけいただければと思います。からフィーダーの方向に関しては、先ほど言ったように内側の線路の方に緑のフィーダーをつけていただきたい。内側がどちらかというと、こっちが内側なんですね、はい、これが外側にあるということで、はい、外は狭い方が外であるということになりますね、はいはい、そういったことでよろしくお願いします。何か質問、私からじゃあ、これダブルサイズとシングルサイズって、はいはい、どちらを選択しても、コンテストなので、その違いはあるんですか。ダブルはダブルで審査されるのか、シングルはシングルで審査されるのか、あるいはこれはごっちゃで、審査されるのかということに関して、はい、それはもうごっちゃっていうか、まずこちら側の、はい、副賞としてなんですけれども、私が喋ってよろしいですかね、はい、副賞は、まあ、第1位がですね、加藤ストアで、お使いいただけます10万円分の、チケット、商品券といいましょうか、チケットが、提供されます。それに特製の2017年優勝という、そういうプレートがつきます。で第2位が、同じくその分が5万円、そして第3位が3万円ということ で第4位が加藤賞、中身はまだ決まってないと思うんですけれども、加藤賞というものをつけ、で第5位は協賛をいただいています画材のホルメインさんから商品を提供いただけることになっております。そういうことで3点と戻ります。このシングルとダブルはどのようになるのかということをお話しいただきたいと思います。はい、昨年の事例ではトリプルっていう3つつながったサイズのモジュールや、シングルっていうこの1つのサイズのモジュールが混合していましたが、結果的にはシングルが今回一番優勝したりしたんですけども、その辺の審査の差は特にないということで、ダブルが有利とかシングルが有利とかいうことはないと考えております、はい、そうですね、これテーマがGトラック特性といいましょうかね、やはりこの小さいの中でも工夫がこなしてあるものでアピール度が高いといいましょうか、なのでダブルだからその優勝しやすいというものでは決してないということが見受けられると思うんですけれども、もちろんダブルの方がいろいろと表現ができますので、そちらの方にチャレンジしていただいてもよろしいかなと思うんですけれども、でも現在エントリーしていただけてる方はシングルにダブル1くらいの割合ですね。そうですね、現在、エントリーされているのは、そうですね、シングルのお客様多いですね、はい、1対2、ダブル1対して今シングル2ぐらいのお客様の割合で、ご登録させていただいております。はい、そうですね、展示の時も多分
あの来ていただいた順番にどんとつなげていくような形になると思いますので、特にあの差はないというふうに考えてよろしいかと。あのまず迷ったら申し込んじゃうと。今回あのとりあえず最初の第一次募集という形で100名の方に、だから100名のシングルが100名のダブルのが難しい話になってくるんですけど、あんまりその100名ということにとらわれては実はいなくて、会場 の, あの都合でどれぐらい の, そのディスプレイを用意するのかということを、まあ、待ち捉えておりますので、まず100という数字はあまりあの気には留めてないと言いましょうか。なんだけど、まず100名募集させていただきまして、そこに越すようなことがなりましたら、すぐまた第二次募集をあのかけさせていただこうとは思ってるんですけれども、あの本当に気軽にですね、申し込みいただければなというふうに思っております。